正面から見るとこんなふうに裾野を広く作ってあるわけですね。この積み方が熊本城の武者返しの積み方。まあ、そもそもこの橋ですが、実はこの橋はですね、まあ、お米を作るための水として、まあ、水道橋なんですね、はい、水を通すための橋ですから、ご覧のように橋の手すりですね、欄干ありません。通潤橋は今からおよそ170年前の江戸時代に作られました。田んぼに水を送る水道橋です。橋を作ったのは二谷安之助。実はこの工事、困難の連続だったんです。安之助は、まあ、高い橋があると聞けばあちこち、まあ、行ったそうですけど、まあ、10メートルそこそこだったそうですね。計画では橋の高さは30メートル。当時こんな大きな橋はどこにもありませんでした。悩んでおった時にですね、その大きな橋というのは隣町にあるんです。これは道路橋として架けられた今でも日本最大級の橋で、霊台橋と言います。これは高さが16メートル。安之助はこの橋を見て最終的な決断をしたと言われますね。早速頼みに行きますが断られます。なんとか説得して高さ20メートルの橋を作ってもらうことにしました。高さ20メートルでは水の届け先が橋より高くなってしまいました。これでは水は送れません。この20メートルよりさらに高く上げて水を渡すために考えたのがパイプを使うという方法なんですね。パイプを U 字状にしてこれに水を注ぎますと同じ高さまで上がります。これがこの時代として画期的な方法が使われていると。しかしまたまた困難が。パイプを木で作ってみたところ、水圧で壊れてしまいました。ならばと石でパイプを作りますが、つなぎ目からどうしても水が漏れてしまいます。つなぎ目のところから水が漏れます。その水を止めるためにこの2畳の溝がこのように刻んであるんですね。これはみんな同じに作ってあるんですね。ですから次の石棺が来たらみんな筒になります。これを合わせると丸い筒になります。この中に漆喰を詰めているんですね、まあ、この中に入る大きさの漆喰を、まあ、団子状に作るわけですね。ここに上から落とします。いわば漆喰のパッキン。使う漆喰も松ヤニを混ぜるなど独自の工夫をしました。高度な石の加工技術と丁寧な仕事で橋は1年8ヶ月の工期を経て完成しました。
この目的というのは小石や砂、土砂を取り除くために行われます。水がなくてお米が作れない、何としてもこの人たちを支えてやりたいというこの思いをですね、ここに来てもらうとそのことが分かると思います。